シンガールズグループのデビューサバイバル番組、R-U-NEXT、R-U-NEXT 58、50、全10話の第6話が4日、アベマで放送され、ルセラフィムのデビューメンバー候補だった日本人練習生、ルカが脱落した。BTS やルセラフィム、ニュージーンズらが所属する、HYBE と CJN の JV レーベル、ベリフトラボによる、次世代グローバルガールズグループの最終メンバー。を決めるプログラム、参加者はトレーニングを受けながら7つのラウンドを通過し、自身の能力とスター性を証明していく。第6話では4ラウンドの様子が放送され、練習生はボーカルとダンスの2つのポジションに分かれて対決した。ダンス A ユニットの4層、イロハ、エウォン、モア、ルカはアフタースクールの番を披露。難易度の高いダンスパフォーマンスにコーチ陣も絶賛したが、ステージでイロハが一瞬バランスを崩したことにコーチの愛希は、私たちはボーカルとダンスを明確に区別して見ています。バランスを崩してしまうのも、ある意味ミスになり得ます、と鋭く指摘した。4ラウンドを終えて3回目のレベル調整が行われ、ローレベルとなったイェウォン、ソヨン、モア、ルカ、フーナ、ジョンウン、ヒメナ、エウォンが脱落候補に。脱落するメンバーとしてイェウォン、モアが発表され、最後にルカの名前が呼ばれると、他の練習生は、と思わず口元を押さえて驚きを隠せない様子。を見せた、ルセラフィムのデビューメンバー候補として練習していた期間があったルカは、私を待ってくださり、応援してくださったファンの方たちに本当に感謝します。今までありがとうございました、と涙を流しながら話し、私がこれからどんな道を選択しても、頑張りたいと思います。今まで応援してくださったことに感謝する気持ちを常に持ちたいと思います。一生懸命頑張ります、と今後の意気込みを話した。